格砂糖格砂糖は砂糖製品の一種で立方体に固めたもの。1個約3から4グラム。グラニュー糖を立方体系に成形した白色のものが最もポピュラーだが、白や茶、脳型体やハート型など様々な形に成形したものもある。コーヒー、紅茶一杯あたり2から3個を入れることが多い。カロリーはグラニュー糖と同じ100グラムあたり。 約387キロカロリーであるので、1個約3から4グラムである、角砂糖は、1個あたり約11から16キロカロリーである。日本国内で砂糖に規格がないため、その成形品である、角砂糖にも明確な規格がない。ただし、デファクトスタンダードとして、角砂糖とは原料たるグラニュー糖に、純度の高い濃厚な砂糖液を少量加えて混合し、 角砂糖製ケーキに入れて、成形、乾燥させたものとされている。重さは、ティースプーン1杯程度、3から4グラムである。軽量スプーン大さじ1杯は、すり切りで約12グラムであるため、角砂糖4個程度が軽量スプーン1杯程度である。おおむね、ティースプーン1杯イコール各砂糖1個、イコール3グラムのスティックシュガー1個が料理の目安とされている。 グラニュー糖に糖液を数パーセント添加して湿り気を与え、成形機でプレスした後、乾燥した温風で乾燥して作られる。糖の生成度が高く、匂いがほとんどしないため、コーヒーや紅茶のように香りを重視する飲料に使用されることが多い。グラムを量る手間が省けるので、料理にも手軽に使用できる。1908年日本で最初の角砂糖は、 松江春二によって作られた。ありがとうございます。